巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんが恒例となっている野球教室を開催。抽選で選ばれたおよそ30人の子どもたちとキャッチボールやバッティング指導で一緒に汗を流しました。恒例のフリーバッティングでは子どもたちがホームランを期待する中、あと一伸び足りず、さらに一番の当たりは、惜しくもファール。野球教室で初めてホームラン0本の事態に。とうとう私ホームラン当てられなくなったっていうね、気持ち悪い私も忘れられてます。このバッターも当てられなくなったんだなと自信持ってくださいこれから皆さんの試合なんでね。そして話題は3日に FA が解禁された大谷翔平に。エンゼルスと同じ西地区のチームが移籍候補に挙げられる中、東地区との違いを聞かれると、まあ私は野手だったんでね、あまりなかったですかね。気候の違いはもちろんありますけど、期待すること、それはもう野球ファンと一緒ですよ、ね、元気な姿を見せてほしいなと、それだけです。